社長に頭中。消防団は地域防災のリーダー。職業や学業を持ちながら自らの地域は自ら守るという郷土愛護の精神に基づき、地域の消防防災リーダーとして平常時非常時を問わず地域に密着し、住民の安全と安心を守る大切な役割を担っています。消防団の活動は火災発生時における消火活動や地震・風水害などの大規模災害発生時の救助・救出活動、警戒巡視・避難誘導・災害防御活動など地域住民の生命や財産を守るために活動しています。また平常時は訓練のほか、応急手当の復旧指導、住宅への防火指導、特別警戒、広報活動など地域の消防力・防災力の向上に大切な役割を担っています。分かれ。平成26年4月1日現在の消防団の数は県内に19団、9178人の団員が活動しています。しかしその数はここ数年減少傾向にあり、また団員の高齢化といった課題にも直面しています。若い団員がもっともっと増えてほしい。テレビ滋賀プラスワン、今週は町の安全安心を守る消防団と題して消防団活動の魅力を紹介します。始まりました、テレビ滋賀プラスワン、桂光雀です。中倉真理子です。よろしくお願いします。お願いします。今日は消防団のお話ということですが、はい、そうなんですよね。はい、消防団員の皆さんの日頃の活動があってこそ私たちが安心して暮らすことができると言っても過言ではないと思いますけども、そうですね、消防団員さんのことをちょっと今日は詳しくご紹介していこう、ということなんですね。はい、そこで今日は消防団員の方をスタジオにお招きしました。守山市消防団小津分団に入団して5年目の西川隆さんです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いいたします。がっつりイケメンですね。いやー、こんなかっこいい消防団員の方がいらっしゃるんですね。ねえ、イケメンさんです。君の心に火が灯ったんじゃないですか。あ、じゃあ消していただかないと消すのはうまいよ、消すのはうまいよ。いや本当にイケメン、東方神起に似てはりそうです、はい、さあ今日は東方神起のお話ではございませんので、はい、違います。どうしてこの消防団に入団をされたんですかね。はい、そうですね、私は生まれも育ちも守山市で、はい、勤務も守山市にしておりまして、はい、地元の消防団の先輩の方から、うん、入らないかというお誘いを受けまして入団させていただきました。まあいい先輩ですね、誘われてそこで入団すると、はい、で実際に消防署の消防さんと消防団の方との違いっていうのは何かあるんですか。そうですね、消防署の職員さんは常時ですね消防業務に専念いただいているわけなんですけれども、はい、消防団につきましては一般職、いわゆるサラリーマンであったり自営業をされたり私みたいな公務員のものが、うん、傍ら仕事しながらですね、はい、いざ火災等が発生した場合に現場に駆けつけるという形が一番違うところですね。ああ、なるほど。西川さんは別の職をお持ちということですね。はい、そうです。守山市役所の市民生活課で勤務しております。はい、あ、もうお仕事自体も地域に密着したお仕事してはるんですね。そうですね。いざ消防団の方は火災が起こったっていう時はどうやってそれを知らはるんですか。はい、メールがですね、はい、来まして、登録してありますので、常時、携帯を持っておりますので、うん、それで知ることができます。あ、はい、普通の普段持ってある携帯にメールが。そうです、個人の携帯で登録。はあ、はあ、着メロはやっぱりうーカンカンカンかなんかそんなやつに。はい、人によっては人によっては方も分かりやすいようにね、まあ、そらそやかもしれないですよね。で普段はどういった活動をしていますか。はい、ですね、月に一度分団車庫に、集合いたしましてですね、はい、消防署からの連絡事項を分団長から報告を受けたりとかですね、はい、あとは消防資機材の点検と放水の訓練などをしておりますね。はい、実はその様子を私取材してまいりました。はい、西川さんが所属する小津分団訪ねてきましたのでご覧ください。おはようございます。よろしくお願いします。西川さんが所属する守山市消防団小津分団、現在28名の団員が所属しています。続
木文太長、よろしくお願いします。もう様々な年代の方がいらっしゃるんですね。はい、上は57歳から下は30歳まで。30歳、あの西川君が一番若い。あ、若手になるんですね。はいはいはい、年齢の幅が親子ほど違う団員の皆さんですが、普段の仕事も団体職員や自営業、サラリーマンと様々なんです。世代もそして職業も違う方が皆さん集まってらっしゃいますけども、はい、このオズ文団の良さってどういうところですか？そうですね、あの地元のものが全部集まっておりますので、和気あいあいとやっております。訓練とか、火災の現場では厳しく真剣にやっておりますけれども、もう解散しましたら友達のように皆さん年齢に関係なく仲良くやっております。オズ文団の良さって、中のコミュニケーションを一番大事にということで僕は今まで活動してきましたけれども、階級もそうですけども、大体みんな同じ一線上に並んで接するいうことですね。年代通じてさまざまな普段やったら出会えない人と出会えたっていうのが良かったことかなと思いますけど。オズ文団は消防技術の基本である操法訓練の大会、滋賀県消防操法訓練で平成25年に準優勝しています。災害火災の際に力を発揮するには基本訓練は重要です。そしてスポーツと同じく消防もチームワークが良くないといえません。操法訓練大会で準優勝するということは、技術もさることながら団員の絆も強いということなんです。皆さん見ていますと、はい、女性が見当たらないんですけれども、ね、女性の方はいらっしゃらないんですか？はい、女性の方はですね、森山サンレディース分団ということで別の分団がございますので、そちらの方で広報活動とか火災の予防啓発活動などを展開されています。なるほど。じゃあ私今日体験させていただくことってできますか？はい、もちろん大丈夫です、はい、それではもうよろしくお願いします。お願いいたします。これがですね、アルメックスといいまして、はい、防火服になってます。あ、これじゃあ私着せていただいてもいいですか？はい、まあまあ重いです。燃えない素材でできてますので、うん、はい、実際の火災現場に着きましたら皆さんこれ着てますね。ヘルメットをつけて、手袋をして、いざ放水体験。お疲れ様です。この姿がすごいかっこいい。いや、でも日頃の訓練の賜物ですよね。そうですね、これはもう鎮火するまで続きますので、はい、約1時間から30分、長ければもっと長いこと、はい、ずっと対応します。いよいよ私の出番、放水始め。やっぱり圧が上がると、はい、結構きついです。結構、はい、振られますね。しっかり持ってください。そうですね、的に当てるためにはやっぱりしっかり持ってないといけないですよね。そうですね、ぐっと前に。あ、そうです、この右手で押す感じですね。はい、押す感じですね。あ、なるほど。はい、離します。はい、離しました。すごい圧これは体力勝負ですね。そうですね。放水やめ、放水やめ。皆さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。キビキビと動いて、で心を合わせて動く皆さんの姿がすごくかっこよかったです。これからも頑張ってください。ありがとうございます。防火服に似てましたよ。あ、そうですか。まあ、ちょっとピンクの、ね、色も入って、はい、結構重たいんですけど、こうあれを着ながら作業するのもすごく大変ですし、はいはいはい、また最後はねコツをつかんでなんとか様にはなってたかなと思うんですが、様にはあんまりなってなかった。なってない。放水始めって結構ね、抜けた。現場では気合を入れたつもりだったんですけれども、はいはいはい、でも本当消防士さんさながらの、うん、
この放水なんですよね。でやっぱり西川さんのやってる姿っていうのが、はい、やっぱ日頃の訓練も受けてらっしゃいますし、うん、もう頼もしくてかっこよかったんですよね。いやもう下半身の安定が違うところ違いますよね。違います。専門的な訓練を受けてあるんですよね、はい、そうですね。あの滋賀県の消防学校にで、うん、訓練をさせていただいたり、はい、いろいろ研修を受けております。そうですよね、うん、ほんでいろんな人が、ね、関わってありましたですよね、うん、その消防団に入って、はいね、たくさんの方もいらっしゃったと思うんですけども、はい、消防団に入ってよかったなって思うことってありますか。はい、万が一ですね災害が発生した時にですね、うん、いざ対応できるような技術の習得ができること、うん、そして、はい、まあうつ分断もそうなんですけども、うん、異年齢のね皆さんと交流ができるっていうところも一つの魅力的な点だと思います。それからですね実際ですね、うん、現場の方でですね、うん火災が発生しまして、はい、うちの分団員が人命救助に当たりまして、1名の命を救うことができた、はい、そういったところがやはり活動してきた中で一番魅力的な点だと。やりがいあるわ。やりがいがあった点ですね。やっててよかったと思いますよね、それは。はい、そうですね。あとコミュニケーションをねすごく大事にされてるっていうお話が VTR にもあったんですけど、オズ分団の皆さんが本当にね日頃からこう会話しながらやってらっしゃって、はい、それが現場に行った時にも団結につながるんだということをお聞きしました。なるほど。そうですね。もう普段から和気あいあいと、はい、はい、もうまた飲まはりそうな人多かったから飲み会盛り上がるでこれそうですよね。飲み会はもうすごく盛り上がります盛り上がりますが、でもそのオンとオフがはっきりしていて、ね、現場に行けばやっぱりピリッとするわけですよね。過ぎちゃいました。先ほどの訓練でもそういったところをご覧いただけたかと思います。はい、では消防団の方々は実際の火災や災害が発生したらどういった活動をするのかというのをご紹介します。先日行われた湖南広域消防局の消防総合演習をご覧ください。緊急地震速報、強い揺れ。安全のためにジャンパーなどを着て準備をしなさい。この場所に集まります。3月1日から7日は春の火災予防運動の期間です。この時期に合わせて2日月曜日、湖南広域消防局春季消防総合演習が森山小学校で行われました。南海トラフを震源とする大規模地震が発生し、倒壊した建物に人が取り残され、また住宅密集地では火災が発生して延焼が拡大しているとの想定で行われました。この演習では湖南広域消防局をはじめ大津と甲賀、高島の各消防本部の協力を得て行われ、およそ1600名が参加しました。そして森山市消防団の中から4つの分団も参加しました。近年、地震災害、豪雨による水害などが全国各地で発生しています。その中で消防団の活躍が注目されています。そうですね、我々ですね、常備の消防のですね、バックアップしていただくということです。我々もですね、いろんな現場行きますけども、そこでやっぱり消防団がバックについていただけるということ、非常に心強いものがございます。やっぱり人的な面でもですね、消防職員に限られておりますので、それをフォローしていただくという形になりますね。今回の演習で消防団の皆さんは怪我人を救助し、応急救護所までの搬送する訓練を行いました。応急手当では女性消防団員も活躍しました。消防団の方ですね、いろいろと救急の手法等につきましてもですね、講習を受けてもらいまして、かなりのレベルの知識を持っておられます。地域防災のリーダーとしてですね、各地域の人は期待されておられると思いますのでね、ますます力をつけて、市民のために頑張っていただきたいなというふうに思います。
今も消防署の方がおっしゃっておられたんですが、はい、消防団というのは大変重要なポジションになってあるんですね。そうですね、まあ、消防団はですね、火災や水害が発生した場合に出動することがあるんですけれども、はい、まあ、地域が安全で安心であるためにも必要不可欠な団体であると考えています。まあ、実際火災現場にも出向きまして、とうとう命が奪われる中、はい、まあ、うちの分団員がですね、もう人命救助に当たりまして、はい、実際命を救えたというところが一番嬉しかったことですし、まあ、実際啓発活動を重ねましてですね、はい、あの一件でも市内から、ね、地域から火災が少なくなるようにという思いに駆られました。いざという時ね、災害の現場に駆けつけないかん、でも自分には他の仕事があると、はい、その時にその仕事の職場周りの方ね、はい、結構理解が必要になってきますよね。そうですね、あの、私も、はい、あの市役所の市民生活課で勤務しておるわけなんですけれども、はい、上司であったり同僚、その下支えがあって、こうやって活動できているものやと思っています。ねえ、まあ、西川さんのように消防団員のおよそ7割の方がサラリーマンですので、消防団の活性化のためにはサラリーマンの方が消防団に入団しやすく、また消防団員として活動しやすい環境づくりっていうのが重要になってきます。まあ、このためには働いている会社、事業所の方の消防団活動への一層の理解と協力が必要になってきますよね。そこで事業所の方が消防団を応援していただける取り組みの一つとして、消防団協力事業所表示制度というものがあります。はい、これはですね、まあ、例えば従業員の入団促進に積極的に取り組んでいる事業所であったり、勤務時間中に災害が発生してその出動に配慮している事業所など、市や町が認定するものなんですが、こうした表示書が交付されています。また、はい、その他にも非常にこう消防団員さんに嬉しい取り組みなんですが、安市で頑張れ安市消防団、消防団応援の店という事業を昨年10月から始めていまして、はい、これは安市消防団員の方が消防団応援の店として登録された安市内の店舗で割引とか特典が受けられるというものなんです。現在安市では協力いただける店舗や事業所を募集しています。どんどん参加してもらえたんですね。そうですね、うん、多くの、ね、方々で、うん、消防団員の方を増やそうと一生懸命取り組んであるんですね。はい、そうですね、またこう地元が好きだとか、はい、地域のお役に立ちたいという、まあ、気持ちを持って消防団員になった方も多いとお伺いしてますので、ね、何かしたいと思われた方はぜひ入団をしていただきたいですね。気軽にね、西川さんと声かけやすいと思いますし、うん、そうですよね。最後に先輩、はい、消防団員の西川さんから、はい、テレビの前の皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、ありがとうございます。消防団はですね、地域に根ざした安全と安心を作る団体です。まあ、消防車に乗ってみたい、消防車を操作してみたい、かっこいいな、興味あるなという方はですね、一度消防団の方に、見学に来ていただければと思います。安全で安心な街をですね、一緒に築いていきたいと思いますので、皆さんの入団を心からお待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、熱いメッセージでしたね。そうですね、いや本当にその地域の、うん、はい、年上の方とかで、また近いね、年の近い人たちとの交流をしたいというね、そういうことだけでまずね、来ていただいても ね、はい、いいですよね。はい、体験でも来ていただきたいなと思いますが、そうそう、消防団に興味を持たれた方、入団したいと思われた方はお住まいの市役所または町役場の消防防災担当課までお問い合わせください。西川さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、また次回さようなら。さようなら。